皆さんこんにちは。上田市教育委員会の谷口です。上田市内の、おすすめの山城を紹介するこの番組ですけれども、今回第7弾ということで、お届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。今回は一緒に登っていただくのは毎度おなじみ森垣さんです。よろしくお願いします。今回登るのはですね、丸子城ということで、この丸子地域のほぼ中心地に近いところにありまして、内村川と与田川の合流するところの山の上に築かれたお城で、まあ、木曽義仲であったり真田昌幸なんていうところの歴史の中でも登場するような、割と上田市の中では有名な山城になっております。この城の見どころというのはどんなところでしょうか。はい、まあ、険しい今でさえ市民の皆さんの憩いの場になってるんですけど、結構山自体が険しい山になってまして、で特徴としては2つの大きな峰からなる複合のお城になってます。で手前の峰に展望台があるんですけど、そこが飯盛城と呼ばれるお城になってまして、でそこからさらに奥に行ったところに本郭を置いている、つまり2つの、お城を重ねて、拡張していった、特徴ある城で、まさしくその徳川を相手にですね実戦経験をして、徳川ですら落とせなかったという険しい山城ということで、ぜひ皆さんに、気軽に登っていただける、山ですけど、そんなことも考えて、いただきながらハイキングしていただくといいかなと思います。よろしくお願いします。ではこの丸子公園の登山口から行きますので、じゃ早速ここから行ってみましょう、はい、行ってみましょう。行きましょう。はい、じゃあ今回もこの2つの武器を手に行きましょう。はい歩いて2分ぐらいで第一あずまやと第二あずまやがそうですね。ここは平らに見えますけど、別に、まあ、この東屋のために作られたっていう感じですね。特にまあ車とかじゃなくて、はい、削られてないですね。まあこの辺は物見的なものが置かれてた可能性はありますね。あ、そうですね、北側を見通すような感じの、はい、で正面に同じ名前の与田城があって、あ、このてっぺんですね。はい、で、まあ、今ブームのね鎌倉殿の13人の木曽義仲の、居城があの辺に、あ、居城というか居館があって、まあ、一応その物見みたいな感じで山城がありますけどね。この麓、山の下あたりに館があって、そうですね、館は向こう側ですか。はい、ちょっと尾根の向こう側に隠れたようなところにありますね。はい、でそこからまあ遠くを見通すようにこの上に後ろというか砦を築いて、ね、はい、まあ、かなり眺め良さそうですよね。あそこも結構いいですね、あそこね。はい、なんか行政チャンネルでもドローンで映してましたんで。あ、そうなんですか。はい、いいと思います。まあ、ぜひブームなんでね、たくさんの方が登ってるような、結構険しいですけど、見た目にも結構ありますもんね。気候100、大変ですね。200まではないですね。200までないですね。130ぐらいありますかね。はい、まあ、見客の方はぜひ登っていただきたいなと思います。はい、まあ、結構岩山なので、はい、ここにこう掘り切りをやるといっても、うん、結構大変な作業になってしまうので、ここに掘り切り作ると相当ですよね。削岩機がないと、まあ、なくても大丈夫だと思いますけどね。はい、割と太郎山とかのお城だと岩盤わざわざくり抜いてっていうのもありますけどね。ありますけど、はい、まあ、ここはまあそこまではしてないということですね。まあ、そこまでする必要もないと思いますね。これだけ痩せた尾根だと、それだけであまり攻めても一気には攻め上がれないと思いますので、まあ、そもそも両側川に囲まれてますもんね。そうですね、掘りつくまででも大変っていう、ね、まあ、天然の堀が両サイドにあるので、諏訪宮、
読めません。ちょっと厳しいですね。なんとか7年ですよね。ですね。ええ長いだけですね。はい、諏訪信仰ですね、この辺に、ね。繁栄か繁栄か。はい、ましょう。あの丸子中学館の野球部の人たちがここを、はい、トレーニングで、あ、丸中の、はい、駆け上がるようですね。まあ、ここはそんなに急でもないから、ね、走るにはいいのかもしれないですね、はい、足腰鍛えるにはいいかもしれないですね。でも我々今になると走る気にはなれないですよね。息切れして倒れてますね。死んじゃう、はい、と頻繁に東屋があって休憩もちょこちょこできそうで、そうですね、丸子地区の皆さんはね、こういろいろ登り口があるので、うん、これは下っていくと遊具がある公園あたりに、ね、そうですね、公園におりますね。お、はい、ちょっと急になって、そうですね、ここからあの展望台のある場所が飯盛山っていうんですかね、うん、飯を盛ると書いて、そうですね、まあ、最初の段階でそこをが一つの山城だったっていうふうに考えていいと思いますね。あ、そうなんですね、あの看板上は二の郭とかって書いてありますけど、はい、まあ、当初はこれはこれで一個のお城だった。そうですね、はい、特に今堀切とか切岸みたいのは全くないですよね、見えない、はい、あ、まあ、左右は切岸いらないですよね、これだけ自然地形で急になっていれば、うん、そうするとかなり古い段階で一回整備されているということですか、ね、と思いますね。でだん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 後ろへ拡張していった、そんな感じですよね。まあ、天然の切り岸みたいに見えてきましたね。これはこれで、そうですね、ちょっとあの木が生えてるのが馬出しみたいに見えなくなるんですけど。なるほど、まあ、あの体力のない方はこちら行っていただいて、はい、まあ、本来そっちの道はありえないですね、うん、後からつけたもんで、遊歩道ってことですね。そうですね、はい、まあ、この東屋のある場所も郭と見ていいでしょうね、うん、展望台がある1個手前の郭、はい、郭ですね。まあ、ここにいてもこうどっちかが両方見えるので、ここでも十分なぐらいの物見としては十分ぐらいですね。物見としてはいいですね、はい、いわゆる丸子の中心地と、中心地と、はい、この掛湯方面というか内村の谷、そうですね、まあ、ここから敵が攻めてきてもよく見えるわけですね。相当先まで見えますよね。見えますね、うん、展望台行くともっとよく見えますけどね。じゃあ、はい、それ楽しみに行きましょ う。まあ、今日4月の中旬ですけど、はい、どうでしょう、あとどのぐらいお城シーズンとしては。お城シーズン、そうですね、急に暖かくなっちゃったんで、うん、5月いっぱい行ければいいかなと。いうところですかね、夏になっちゃうとちょっともう草がもう厳しいと思いますね。一気に芽吹きが始まるので、そうしてしまうともう城跡からの景色とか遺構とかがだんだん隠れてしまって、そうですね、この宮倉がだんだん、はい、かなり急になりますので、ここもだから切り岸とかじゃなくて天然の、そうですね、斜面、ただまあある程度削ったはずですね、ここはね、ちょっと今までよりも急になってる感じしますもんね、
ちょっと角度がね、角度が全く、ここは城の中枢部への入り口にあたるんで、ある程度人工的に削ってはいるでしょうね。はい、あの本当にあの車の下あたりは削った、はい、そうですね、ほぼ直角ですもんね。はい、こんにちは。こんにちは。すごいね、将来のお城博士がだといいですね期待してます。期待してます。もう左右で道が分かれてますけど、はい、こっちはあの普通体力のないか、あ、遊歩道、はい、遊歩道ですね。本来の大手としてはこの左側の急な方、本来の大手はこちらですね、うん、どうしましょう。大手道で行きましょうまあ行くのは我々は簡単ですけど、皆さんそちら待っていただいて、いい我々あのぜいぜい言いながら、まあちゃんとロープありますので、あ、本当だちょっとくたびれてますけどね。はい、あの滑るんで気をつけてくださいと言って自分が自然の動画している感じのロープが、はい、でもあるだけありがたいですね。でもこういうのはそうですね、ないと、はい、これに命預けられるかといったらちょっと厳しいですねまあここを攻め手が上がるとなると結構厄介ですよね。これは何もしてなくてまあ石落とせばいいわけで。そうですね、はい、いや、いい景色ですね。いいですね、ここは。さあ上がってきました。この特に小口は何か加工してあるわけではなくて、ないですね。まあ坂小口は坂小口なんでしょうけどまあこれを作るときに改変しちゃった感じがありますね。あ、ここも水染み出してますね。割と水が通りやすいところなんですね。はい、はい、着きました。展望台ですね。おお、ああ、いいですね、ここ。いいですね。展望台、行ってみましょう。持ってみますか。はい。超巨大展望台。これ見ちゃうと、もうこれが主角なんじゃないかと思いますよねここは、そうですね。結構いろんなお城の後にこういう建物を作ってるケースがあるんですが、中にはやっぱり老朽化して腐ってしまって、立ち入り禁止みたいなところがあるんですね。まあそうですね、構造物は当然老朽化していくので。そうですね。結構昭和の前半で作った模擬天守みたいなものも老朽化して。そうですね、まあ撤去するのもお金がかかる時代ですからね。そうですね、なかなか。おー、素晴らしいですね。いやいやいや、いや、いいですね、怖っ。はい、これだけ見晴らしが効くと、誰がどこを通って敵が攻める状況もよく分かりますよね。これ主角だとここまでこっち側は見にくいですか。やっぱ主角北側を見るのだったら、ね、ここの方が、はい、主角からの眺望はどちらかというと大門峠、長浜町方面ですね。あそこを見るにはいいんですけど、まあ、やっぱりこっち方面を抑えるにはここが一番のところかなというふうに思いますね。じゃあ、まあ守備的な、まあ前線っていう意味でも自覚ありますし、まあ、北の方を見る物見の、はい、まあ、主角で見えないところを補うっていう意味でもここは。そうですね、おっしゃる通りですね。まあ、こんなにしっかりしたのは当然なかったんだと思うんですけど、はい、まあ、これに近いような物見台みたいなものは、ね、はい、櫓台はあったと思いますね。
ですね。いいですねこれ。ここまでくるとさっきよりもこの内村の掛湯方面がかなり抜けてくるので、はい、そうですね。こっちが美しい、それから武志へ抜ける街道を抑えるところでも要所と呼ばれるところのゆえんですよね。ここから最初に行った富谷城があそこに見えますよね。一番手前の高い山ですかね。はい、ですね、あの雪があるところの手前の山というか、はいはい、それが富谷城ですね。ずっと尾根続きで、はい、まあ、ああいう道からも来れなくもないっていうような。そうですね、そのままこれあの間に小屋坂峠っていうのがあるので、はい、今トンネルが通ってるところですね。そうです、そうです、はい、その上が古道になってましたね。じゃあまあここと、まあ、主閣と小屋坂のお城と富谷っていう形でこう、まあ、山城ネットワークが、まあ、一大拠点みたいなところになってますね。それから富谷城の反対側の、尾根先に水の手城というのがあるので、両方でこの、内村川沿いの街道を見張っている感じになりますからね、はい、よくわかりますね、ここにいると、はい、こういう挟まれている感じが。そうですね、もう内村川が天然の水堀になってますよね。まさにですね、これは。ね、まあ、やっぱ戦略的価値のあるところですよね。はい、まあ、説明版では二の郭というふうになってますけど、まあ、飯盛城の主閣ですね。じゃあここからかなり、岩場になります。ちょっと表情変わりましたね。変わりますね。道の一応当初の山城はここなので、ここに二重の堀切りを後ろに入れてるんですね。あ、これ堀切りですね。堀切りですね。なるほど。これ岩盤削るの結構大変だったと思うんですね。あ、やっぱそうか、岩盤削ってるんですね。削ってますね。あ、すごい。あ、堀切りですね。堀切りですよね。いいですね、これは。うん、なかなか、まあ、遊歩道するにするときにある程度こう埋められちゃった感はあるんですけど、うん、結構こう痩せ尾根に岩盤掘り切りを掘るっていうのは防御効果としては結構高いですよね。うん、まあ、そもそも石だし、そうですね、狭い石っていうところで、はい、この辺も意識的に削ってますよね。あ、これやっぱちょっと削ってるんですね。まず1個のピーク。そうですね、これで飯盛城、さっきの、展望台のところの後ろのお尻がこの辺りになりますね。ああ、ここで山もまた土の山にちょっと変わっていく感じがしますね。はい、違いますね。まあ、次の部分が中枢部になるんですけど、あの先のてっぺんが四角ですね。そうですね、はい、てっぺんですね。あそこはだから戦国時代にこう激化していった時に、もう一つ奥へ作っていく。結構そういうやり方をする山城って多いですね。はい、長町にある和田城なんかもどん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 奥へ奥へ作っていくっていう感じですね。はい、まあ、今ですらこんな幅の広い道になってますけど、当時は人一人が通れればいいぐらいの感覚でしょうね。で、あそこは意識的に削ってますので、お、切り岸になってますよね。そうですね、あ、ここはもうスパッと、はい、切り岸で掘り切りですね。掘り切りになって、掘り切りになってますね。ああ、分かりやすいですね、これは。落としてますね。いいですね。ちょっと倒木でだいぶ残念ですけどね。ここがいわゆる後ろの部分の中枢部の、
最もこう分かりやすい防御構造になってますね、うん、そこにもう堀切りが入ってます。堀切りで、小野さん、今はこう折れるような形で回り込む入り方してますけど、はい、当時のルートとしてもこんな感じだったんですかね。そうですね、一旦堀切り入って回り込む形ですかね。で、あそこが見えないように隠してますから、はい、ちょうど木の橋がありますけど、はい、はい、ここからかなり太い、堀切りが西村、内村川ですかね、うん、に向かって降りてますね。ちょっと折れがありますね、はい、折れがこう入れ て, くれくれて、はい、まあ、この折れ伝っていくと、巨漢跡に続いていくんですけどね、ちょっとまあここ降りるの大変なので今回は見ますけど、当時は堀底道としても、まあ、そうですね、戦時じゃなくて平時も、はい、兵隊がもう巨漢から直こっちへ上がってくるルートとしても使ったんだというふうに思いますね、はい。で、ここを越えるといよいよ、はい、ここを越えると城の中枢部ですね。ここは腰車みたいな感じになっているんですかね。はい、そうですね、段閣と呼ばれるところですね、なので通常はこっちを行って城から上がるって感じですかね。あ、これは後世につけた階段なので、じゃあ真下から堀切りを通って攻めてきても一回ぐるっと半周しないと攻め込めないということですね、はい。さあ着きました。いやだいぶ広いですね、ここ。そうですね、結構人工的に削ってますよね。ここは土塁とかはあんまりパッと 見えないような感じしますけど、はい、ここあまりその必要性がなかったんですかね。まあここまで敵が攻めてくるってあんまり想定しないんでしょうこれだけ堅固なお城だとね。ここが丸子城の本車になりますね。これここのちょっと高くなっているのは土塁、はい、これは土塁です ね、はい、まあ、公園館に従ってちょっと 削っちゃった感もありますよね、うん、残念ですけど、多分この柵のところも囲ってたはずですよね、はい。やっぱり南側からの敵、まあ、内村の方なり、ね、はい、大門の方からの敵を想定した作りの土塁の向きからも分かりますね、はい、そこの山とその山の間の沢が、三山というところの集落になってます。で、そこをずっと行くと、立品村の方へ抜けるようになってます。じゃあまさにここは、まあ、川も道もちょうど合わさる、はい、そうです、本当に交通の要衝ですよね、はい。これで四角下の、堀切りの少し上がったところに来ましたけれども、ここは、まあ、意向的にもお城っぽいところありますし、はい、例のちょっと戦をやるにはふさわしい場所かと思いますんで、はい、さっき森垣さんおっしゃってましたけど、今四角には石戸階段でまっすぐ登れるような道ありますけど、これ本来なかったということなの で、ね、はい、まあ、我々はここは切り岸の一部ということで階段もなかったということ で、はい、ですね、そういう体 で、 そうです、ね、まあ、見てる方もそんな体で、はいはい、攻める人はもうこっち行くしかな い、こっちの横を通ってぐるっと半周回ってじゃないと主角に行けな いとっていうことで見ていただけると、はい、ちょっとお城の構造が分かりやすいかなと思いますので、はい、やってみましょう、はい、よろしくお願いします。よし、谷口軍、このまま主角陥落に向かって攻めるぞ、行け。おのれ徳川、これでも食らえ。いけない、回り込め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 、おのれ徳川、これでも食らえ。ぐわっ、おし、皆の者勝ち時じゃ、えい、えい、おー。あ、出した捕らえました、痛そうはい、ということで、丸子城ざっと上まで登って下ってきましたけれども、はい、やっぱり最初に森崎さんのご説明あったように、
二の郭と四角と、かなり離れた、ところで、増築したんだなってところがとなく分かるのと、やっぱり登ってみて、内村方面と大門方面からの要になってるなっていうところがよく分かりました。そうですね、交通の要所、昔からお城の立地に関しては、道と道の、交わるところ、それから、兵隊がそこを通ってくる場所、そういうところに立地をしているところが多いのと、それから今回のお城はそういう要所にあって、今谷口さんがお話ししたように、内村川、それから与田川のところのちょうど合流地点に、理想的に、できた山を利用して、見ていただいて分かる通り非常に素晴らしい景色で、兵隊の動き、それから、道行く旅人の動き一つ一つ分かる、なぜここに城が築かれたかっていうのが非常によく分かったかと思います。トレッキングというよりはハイキング感覚で登れるお城なので、ぜひ、ご家族で登ってみるのもいいかと思います。麓にはですね、丸子公園と呼ばれるところには、丸子が製紙工場で栄えた時の迎賓館として作られた伊水館という建物だったりとか、ずっと、神社としてある新井神社という神社も非常に古い建物として残っています。ですので、あの辺りお城にただ行くだけではなくて、その周辺の、建物なんかを見ながらゆっくり回っていただけると非常に楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひあとは時間をかけてゆっくり見に来てもらえればと思います。はい、お待ちしております。ということで、また、今回は丸子城ということで非常にいいお城でした。今までいくつか上田市内の山城をご紹介してきましたけれども、ご覧いただいている中には山城今まで登ったことないけども登ってみようかななんて思っている方もいるかと思います。それにあたってちょっとだけ気をつけておきたいというか、念頭に置いていただきたいことがいくつかあるので、今回ちょっとご紹介したいと思います。一つ目はですね、お城のほとんどは私有地です。地主さんたちの善意によって、無料で見学させていただいているということもありますので、ぜひ感謝の気持ちを忘れないようにしましょうということですね。でもう一つ目は、お城はですね、貴重な文化財です。許可なく土を掘り起こしたりとか石垣を崩したりといった変形させる行為っていうのはやめていただいて、そのままの状況を観察していただくようにお願いしたいということです。でもう一つはですね、登山中に近所の方ですとかすれ違う方が多いかと思いますけれども、そういう時にはぜひ一言挨拶をしていただけるといいかなと思います。でまたお城は山の中にありますので、駐車場がない、ところも多くあります。どういうところに止めるのがいいのかというのは事前に SNS ですとかインターネットで確認していただいて、私有地とかそういうところに勝手に止めてですね、地元の方に迷惑をかけないように気をつけていただきたいと思います。でまたお城に関係するところ以外のですね、田んぼとか畑とか止め山といって立ち入り禁止になっているような、林なんかもありますけれども、そういうところには絶対に入らないようにしてください。であとはですね、里の方に近いお城なんかはですね、民家が近くにあることも多くあります。あまり大声で話していると迷惑になることもありますので、プライバシーそういったものに考慮しながら、あまり大声で話すことは控えていただくようにお願いいたします。そのことがまず気をつけていただきたいところですかね。そうですね、はい。今言っていただいたことは最低限のルールなんですけど、残念ながらその最低限のルールを守っていただけない方々がいらしたためにですね、せっかく善意で公開していただいた城跡がその後立ち入り禁止になって、見せていただくないただけなくなってしまったというところも多々ありますので、ぜひ今谷口さんが言ったことについては守っていただいて、楽しい山城巡りをしていただきたいと思います。よろしくお願いします。